ネパール・チベット戦争は、ネパールとチベットの間に勃発した戦争。清し、ネパール戦争を第一次ネパール・チベット戦争と数えることもあるため、この戦争は、第二次ネパール・チベット戦争とも呼ばれることがある。また、クルカ戦争とも呼ばれることもあるが、これは、基本的に、イギリスとネパールとの戦争を指す。ジャンガ・バハドゥルラナ1816年、ネパールは、 グルカ戦争でイギリスに敗北し、菅売条約の締結によって南側への領土拡張は不可能であった。また、1792年の清市、ネパール戦争の講和条約の結果、清市を創始国とするチベットへの侵攻は不可能となっており、条約でネパールもチベット同様に真の朝皇国とされていた。だが、1852年にネパールから 真の皇帝に派遣された大使節団は条約で定められた通りに、新国からもチベットからも食料を与えられず、帰還できたのはたったの一名だけであった。ネパールの最小ジャンガバハドゥルはこれを見て、新国がアヘン戦争で敗れ、太平天国の乱で勃発ですっかり弱体化し、以前のようにチベットに援軍を派遣できないと悟った。また、彼は、 チベットの国境付近の土地、チベットに蓄えられた富を戦亡していた。そうした中、同年には、カサムラでチベットと国境紛争が発生し、1854年には、チベットでネパール商人の暴行が発生し、数人のネパール商人が殺害された。ネパールは、チベットが全処しなかったことを理由とし、チベットに千万ルピーの賠償を要求した。 だが、首都カトマンズに来訪した、チベットの代表団は50万ルピーまでは支払い可能としたため、ネパールは拒否した。結局、チベットの代表団は期限までに戻ってこなければ、拒否回答と理解してほしいと、政府の最終回答を仰ぐため帰国した。だが、チベットの代表団が戻ってくることはなかったため、1855年3月にネパールは、 チベットに戦線布告の書簡を送った。この時、ラサに駐在していた、新国の代表のみならず、新国の皇帝にもその旨を伝えた。同月、ジャンガバハドゥルの弟、バムバハドゥル将軍の三連隊がケルンに向かい占拠し、ククルガーとも制圧した。4月末には、チベット軍の主要拠点ゾンガを9日間の激戦の末に制圧することに成功した。一方、 同月に、ジャンガバ・ハドゥルの別の弟とディール・シャムチエルワに連帯で、ケルンを制圧した。さらに、そこから機体へ15キロのソナゴンバを制圧した。ネパール軍は、チベットの南部を占領したが、雨季が来たために戦闘を中止した。その後、ネパールは、新国との和平交渉を重ねて、8月に、新の施設団が、ネパールの首都カトマンズに入った。ジャンガバ・ハドルは、 施設団に対し、以下の要求を突きつけ、このうち一つが認められれば、軍を撤退するとした。だが、新国はこれを認めず、カトマンズにおける和平会談は決裂した。次に、シカールゾンで会談が開かれたが、ここでも新国は妥協しなかった。ネパールと新国が、和平会談中、チベットは着々と軍を整備し、11月になると、反撃を開始した。同月に、 ケルン、クティ、ゾンガが吸収され、ネパールは、ケルン、ゾンガは死守したものの、クティは6万2千のチベット軍に奪還された。また、クティでは、ネパール軍は700人の犠牲を被った。ネパールはすぐさま反撃に出た。ジャンガバハドゥルは、イギリス東インド会社から大量の食料を購入して、兵を増強。十二月には、ディール・シャムシェルがこの軍をもって、クティを攻撃し、 占占領領ししした、ま、たたまサナクシンハカドリラの軍ももゾンガを確保し西方地域も占領した一連の戦いで両軍とも損害を出したが、チベット軍の方が被った損害の方が大きかった。加えて、チベットでは内紛が生じ、戦争の継続は困難となった。一方、ネパール側も、また、戦費が農民や市民の負担となり始め、物価の高騰もあって、 戦争の継続は困難となった。両者ともに戦争の終結を望み、チベットが講和を申し込んできた。1856年、チベットの代表団はカトマンズに入り、タパタリ宮殿で会談が開かれた。そして、3月に両国の間でタパタリ条約が締結された。なお、太平天国の乱で動揺していた清の代表は、 階段にあくまで立ち会い人の立場で参加し、条約に形式的な修正をもたらしただけであった。タパタリ条約では、相互の保留解放など、チベットへの領土返還が定められたが、これは、ネパール有利に結ばれたものであった。また、チベットには、毎年1万ルピーの功能やネパール商人の関税免除が定められるなど、チベットのネパールへの従属性を強めるものであった。 ありがとうございます。